FN ハースタルはベルギーの重機メーカー。かつては国営で、現在は国営のハースタルグループの子会社である。正式社名はファブリークナシオナールダルムドゲールだった。略称 FN 社、または FNH。FN-1913。2007年のオークションに出品されたもの1889年に設立されたベルギーの重機メーカーである。 かつては国営だったが、経営悪化に伴い1991年からは、フランスの防衛グループ企業ジョット参加、1997年で、コルト社の買収を回避するため、ベルギーワロン地域資金からなるハースタルグループの完全公害者になった。FN フェルをはじめとする信頼性の高い銃器を製作することで有名であり、数多くの輸出を行っている。また、 銃弾の開発も行っており、5.56mm、ナトウ弾や 5.7X28mm 弾などが実用化されている。かつては二輪車等の生産も行っていた。以下、特に断りがなければ、世界の10パーフェクトバイブル3メカニズム射撃編を参考とする。ファブリックナショナル社は、1889年、ベルギー陸軍が正式採用した。 ドイツのマウザー社のライフルを量産するために、武器製造業者が資本と人材などを出し合い、リエージュ近郊の町、ハースタルに設立した。創業当時は、ハースタル国営兵器製造所という社名だった。この社名の国営製造所の2単語が、後の社名に由来する。FN ハースタル社は、創業以来、ベルギー東部のリエージュ近郊のハースタルの町に存在している。リエージュ一帯は、 何、世紀も前から、欧州の柿製造の中心地の一つであり、当時は柿職人の工房がいくつも集まっていた。ハースタルには、FN 社の他にも、各種鉄鋼関連の企業が所在している。ベルギーの職人技とドイツの大量生産技術が合わさった FN 社だが、そこに一人のアメリカ人重機設計者の設計が加わる。そのアメリカ人こそ、 重火器の歴史に残る重機設計者、ジョン・モーゼス・ブローニングである。ブローニングは、企業家としてではなく、設計者として生きることを決意し、フリーの重機設計者として、自分の設計した銃を重機メーカーに販売し、生計を立てていた。1897年に、FN 社は、彼の設計した FN ・ブローニング M1900、拳銃の製造ライセンスを獲得。それを境に、 ブローニングと親密な関係を結ぶことになる。しかし1926年、FN 社工場の61回目の訪問の際に、心臓発作で急死する。その後、ブローニングが設計した32後継拳銃を、彼の一番弟子である、デュードン・ル・ジェイセブラが、FN ブローニング M1935 と名付けて、完成させた。1939年から1945年の、 第二次世界大戦でベルギーはドイツに占領されてしまった。そのためドイツ軍で使用されている兵器の生産に借り出されることになる。実際にブローニング HP はドイツ軍に使用されている。この大戦で FN 社は大打撃を受けたものの、それでも終戦後は欧州中流米軍の消火器に整備、修理などを請け負い、生きながらえることができた。 ブローニング HP の発注も続けて生産数を150万兆を超えた。FN 社は戦後すぐに西欧諸国軍備再建に向けた軍用銃開発に取り掛かっていた。戦後最初に FN 社が開発1947年に完成した FN-49 である。この銃は戦術のデュードンヌ J7 が1936年に 特許を取っていたガス圧作動の落とし込み閉鎖方式の半自動小銃である。ベルギー・リック軍及びブラジル、ベネズエラ等に輸出され、まずまずの成功を収めている。しかし、当時は大戦末期にドイツの開発した STG44 のようなアサルトライフルの有効性が考えられていた。そのため、DJ7 等の FN 社会発人は、 FN-49 の後にフルオートとセミオートの切り替えが可能なカービンジュー FN キャンプを試作した。このキャンプは改良が加えられ、後に傑作アサルトライフルのフェルとなる。当時は NATO 諸国との装備の共通化が図られており、NATO で最大の発言力を持つアメリカの意向は無視することができなかったため、NATO は 7.62mm51 弾を ナトー弾と制定し、フェルも7、その後、このフェルは、世界90カ国以上で採用され、FN 社は大きく発展した。フェルは、FN 社を軍用ライフルメーカーとしての、確たる地位を築いたが、機関銃分野においても、トップメーカーにのし上がることになる。それを可能としたのは、DJ7 の助手であったエルンスとベルビエが設計した7 6 2ト、mm、ル口径の、マグマイナス58である。 マグの設計は、ブローニングバーを踏襲した機構を持つため、全体的に古く、耐久性は十分だが、軽量性は、これしかった。だが、重心交換のしやすさなどの利点も多く、M60 機関銃の重心交換のしにくさに、悩んでいた。米陸軍は、マグに、M240 という正式名を与えて採用した。この他にも、世界80カ国近くで採用された。 イギリスなどから反対されていたにもかかわらず、7.62mm 光景を NATO 弾に制定したアメリカは、1960年代半ばに 5.56mm 光景を大胆にも NATO 弾へと制定した。そのため、1977年から1979年にかけ、NATO 諸国は 5.56mm 弾の比較テストを行い、 その結果、FN 社の開発した SS-109 弾を NATO 弾に制定することとした。これに合わせ、FN 社は 5.56mm 口径のアサルトライフル、CAL を開発した。しかし、アメリカ製 M16 ライフルへの対抗意識で、ベルビエラ開発陣営は CAL の開発を早めたため、設計を十分に練ることができなかった。そのことが、 CAL の信頼性不足や、短命さにつながってしまい、CAL はフェルのような成功を収めることはできなかった。CAL の失敗が明らかとなった1970年代、半ばに、CAL、1979年に生産に入るが、その頃には、どの国も、アメリカの M16 シリーズを採用、もしくは自国で 5.56mm、後継ライフルを開発していたほか、 当時の流行に反した堅実すぎる使用等が原因で FNC は自国とスウェーデン軍、インドネシア軍の3カ国でしか採用されなかった。FNC は CAL 同様フェルのような成功を収めることができず FN 社は 5.56mm 後継軍用銃開発の波に乗り損ねてしまった。しかし 5.56mm 後継の ミニミケー機関銃を開発し、アメリカ、日本など10カ国で以上で採用され、5 5 6トル重心が真っ赤に、1980年代に FN 社自身で新たな波を作ろうとした。それは、診断薬を使用する FNP90PDW と BRG-15 重機関銃である。BRG-15 は、ブローニング M20 機関銃の公認を狙った。 重機関銃で、口径は1 5ト、mm、ルである。しかし、すでに M20 機関銃を運用している国からすれば、保有している兵器と弾薬を破棄しなくてはならず。しかも、M には、まだ現役で運用することが可能なほどの性能を有しているため、BRG-15 に転換する。必然性は薄かった。結局、BRG-15 計画は1990年代。 はじめに中止された。P90 は新たに5 7ト、mm、ル口径を採用したもので、FN 社は P90 と同一の弾薬を使用する自動拳銃5 7 1 9 9 0年代はじめに開発しており、ライフル弾と拳銃弾の中間に位置する新規格の開拓を狙ったものだった。しかし、BRG-15 と同じく新弾薬を採用していることや、 有効射程、命中性などの観点での問題、そもそも冷戦が終結し PDW 計画が中止されたこともあって、各国が採用をためらい、肝心の PDW として採用されることはなかった。ただし、P90 は1997年のザイペルー、日本大使皇帝選挙事件がきっかけとなり、一部の特殊部隊に特殊作戦向けのサブマシンガンとして採用された。 1970年代はヒット重機メーカーの一員であった FN 社は1980年代に入ってからの相次ぐ企画倒れに低迷を続け、それに止めを刺すように冷戦終結の近づきによる軍需低迷も加わり、FN 社の業績は大きく低下した。1986年、そのブローニング社は1989年に US リピーティングアームズ社を買収した。 これらアメリカを代表する重機メーカーを買収した FN 社は同業者の買収の他にもスポーツ用品市場にも進出した格化を図るもそれが裏目に出る結果となり負債を増加させさらなる経営圧迫を招いてしまう1991年ついに FN 社はフランスの防衛グループ企業ジョット参加に入り FN ハースタルと社名を変更ジョット社は FN 社とその参加企業をハースタルグループへと再編した。1997年でハースタルグループは、ベルギーワロン地域資金によって、ジョットから独立した。現在、ハースタルグループの中核企業である FN 社は、軍、警察用の消火器や関連製品の開発、販売を中心として活動している。5、セブンフェルミニミキカン10、でグループハーストルディスポース D、 うんとレースはデゲールで、プラスで410ミリオンズ。L エコー、https、www.recho.b.antra プリーズ。ルルスス defense.linatic.the group.hastle.dispos.d.untresol.degale でプラスでマイナス410ミリオンズ。990万7023。html2018 年8月29日。閲覧。第二次大戦で連合国。 通軸国奏法で使用された唯一の銃である。ありがとうございます。